バックのセレクトショップ男女の今川です。今日は、細めのショルダーストラップの長さ調節にもなるおしゃれなアレンジ方法をご紹介したいと思います。ではストラップの編み方を詳しく説明していきます。まずこう下に来るように持っていってもらって、ここの穴から手を入れて紐を引き出します。これを何度も繰り返していきます。とちょっとここの輪をちっちゃくしていくと形が整いやすいので、そのように進めていってください。あとはこう紐がくるくる回転してしまうので、そこもちょっと見ながらしていただくと、きれいに形が整ったチェーンのような輪っかが出来上がっていきます。で最後はこの輪っかを全部通し切ってもらって、こんな感じで終わりです。はい、編み方次第でこういろんなアレンジができて、こう部分的に編んでも可愛いですし、全部編み切っても本当チェーンバッグみたいな感じでお持ちいただけます。はい、こんな感じです。シンプルなバッグなので、ちょっとしたこういうアクセントになってくれるものを簡単にアレンジできるので、すごく楽しいバッグになってます。ぜひやってみてください。いいねと思った方はいいねボタンを、詳細は下の概要欄をご覧ください。チャンネル登録はこちらからよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。